じゃん。こんにちは。はい、はい、皆さん、ね、はい、もうね、帽子を見ていただくと誰のお話かなっていうので、はい、まあ速報というかね、あのライブでちょうど試合やってましたので、そうだね、やっと見たね、はい、大谷選手、はい、やっと移籍後初のホームランが出ましたね。まあ、そりゃそうだね、はい、そりゃそうやねっていうか開幕したからね、うん、開幕戦 1,2 試合目って、うん、そんな悪いっていうふうに思わなかったんだけど、はい、ホームランがここまで出る出ないっていうのは、うん、ちょっと想像してなかったんだよね。うん、まあ一連のいろいろな騒動があって、はい、まあ精神的にもね、うん、まあ人であればちょっとダメージをね受けることもあるし、うん、それも切り替えながら表情とか見てると、まあ一生懸命頑張ってんなっていうふうには見てました。うん、はい、まあしかしやっぱみんなが待ってるホームランというのがね、なかなか出ないんで。うん、ちょっと気をもんでた部分があったんだけど、向こうの攻められ方を見てるとね、うん、まあエンジェルスの時と全然違って、うん、やっぱ変化球が多いね、それもチェンジアップ系が多いわ、うん、それでタイミングがなかなかこう合わなくて、うん、まあヒットはぼちぼち出てたんだけども、うん、まあホームランにならなかったと。で9試合目でやっと今日4打席目に、はい、41打席目、はい、ね、ねえ、開幕してからね、そう、今日もね4打席目というちょっと一番最後の時、ね、そうだね、うん、でもまあ貴重なホームランになった、そうですね、試合的にもね、はい、これがちょうどね あって勝てたという試合になりましたので ね、うん、いやただその3ボール1ストライクから、うん、ロジャースの、うん、高めのねまっすぐをものの見事に右中間に、まあ130メートルなんかな、そう、約131メートルという特大弾ということで、いや持っていったけども、なんかこれで吹っ切れるかなっていうようなね、うん、まあそんなホームランでした、ね、ホームランバッターってやっぱ一本ヒットじゃダメなんだよね、やっぱりね、ホームランが出始めるとこれ量産体制に入っていくんで、うん、まあこれからどん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 ホームランというね、ニュースが流れるかなっていうふうには、うん、まあ思ってます、ねね、まあ、メジャー6年間で、はい、第1号が最も遅かったっていうことになったんですけど ね、うん、そうだね、2年前、2022年のシーズンが、8試合目の31打席目でっていうのが一番遅かったんですけど、うん、さらにねちょっと1試合と10打席、まあそうだね、遅かったんですけど、はい、まあ、その年は34本塁打をマークしている、はい、今季はこれが1打1弾でね、まあ、そうだね、今年は打者に専念するからね、うん、その数は超えてくると思うんだけども、はい、ただツーベースになったりとかいろんな打球速度って180キロ超えたりだとかさ、うん、だからすごい芯に当たりすぎてる部分もあるんだよね、うん、で今日は170キロということで芯のやや上部分、うん、当たってるから打球速度っていうのもそんなに速くはなかったら170キロ台っていうふうになってるんだけども、はい、ね、やっぱこのぐらいで落ち着いてくると、うん、こう角度も上がるしホームランも増えていくかなというね、うん、でもまあ本人がやっぱり一番ホッとしたかなっていうふうに思うよね、本当そこで塁を回っている姿を見ても、うん、なんかいろんな思いがこう見てる方も込み上げてきましたけど、まあ噛み締めるようにね、そうですね、なんかグラウンド一周をしてきたけども、うん、なんていうんだろうな、こうやっぱヒットを打ててても、うん、やっぱ自分に求められてるものは何なのか、うん、で自分の価値は何なのかっていうのを、うん、やっぱ選手って考えるんだよね、はい、でやっぱあれだけの高額の契約をしてね、うん、やっぱ求められてるものっていうのは、まあ、勝利が優先、はい、やっぱそれに伴っての貢献度、うん、まあ、その中で あのホームランというね、うん、まあ、順序にはなってると思うんだけども、やっとこう出たということで、うん、やっぱ一番本人がホッとしてるだろう ね、まあ、確かにチームはね勝ったりとかもしてるから、はい、まあ、そこまでね、うん、大谷何やってんだっていうようなそういうことはなかっただろうし、うん、だけどやっぱ本人が一番ね苦しかったと思うよね、ここまでね、うん、だって俺も現役時代ホームランバッターではないけどヒット打ちながら
ホームランのところの数字がゼロだとさ、やっぱどうしても気になるんだよね。いや、この俺でもさ、ホームランバッターじゃない俺でも気になってた。はい、さあ、大谷に置き換えると、やっぱ相当気になってたと思うよ。もうね、代名詞に近いものですからね、大谷選手っていう、まあ。ホームラン王だから ね、うん。で、他の、まあ、昨年争ったバッターは、あの、前拳からね、日本のホームランを打ったりとか、まあしてるしね、だから本当にこう気にはなってたと思うけども、うん、まあこれで吹っ切れるかなっていうような、まあ、そんな感じがするな、ね。まあ、今シーズンっていうとね、こうもう一番移籍っていうことと、うん、まあ、あの打者一本で行くっていうようなこと、ね、まあ、結婚したりね、私生活でもいろいろありましたけど、うん、もう本当にこう今までのメジャーでいた毎年のこととは全く違うことがたくさんある中で、うん、まあいろいろルーティーンは変わってるよね。そうですよね、うん、でまたドジャースというチームっていうことで、うん、また対戦相手もね、だいぶこうね、うん、いや、 やっぱ力入っていい、ね、うん、変わってくるんだろうなと思いつつも、いや、それはね、全然ね、エンジェルスで打席に立つのと、うん、ドジャースで立つのでは、うん、やっぱマークは違うよね。そうですよね、うん、それとより厳しく来られるし、ね、だからまあそこはかいくぐれるというふうには、うん、まあ大谷の力ではまあ容易にこう超えていくと思ってたんだよね、うん、まあだけどいろんなやっぱプレッシャーもあるよね、彼にはね。いや、ですね、うん、だけどそれをまあナインの出迎え方っていうのも、うん、なんとなく派手ではなくて、ほやっと出てみんなもホッとしてるというようなまあそんなホームランだったけども、あの貴重なね、あのホームランになったんで、うん、だからこれはあのすごく価値のある、価値の高いホームランが最初打てたっていうことでもね、うん、まあ気分的にはねすごく楽になってるだろうし、うん、ただやっぱり野球やってる姿っていうのはやっぱり一生懸命だし、うん、ピッチャーの時も手を抜くことっていうのがなかったんだけども、うん、やっぱ走塁という面に関してはすごいね、やっぱね、うん、大谷はやっぱ足が速いし、まあ盗塁は見せるし、うんうん、だからそういう面では本当に最強の2番であるし最強のランナーだよね、なんかね、うん、まあそんな感じがするよね。ね、まあ、今シーズンはその、ね、あの打者一本でいくっていうところだと、うん、どういう、まあ、盗塁の数とか、うん、そういうとこですか、期待。まあ、そうだね、うん、あんまりそのピッチャーとしての怪我を恐れなくていいというか、うん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 、だから全力でも走るし、うん、まあ、ピッチャーやってる時も全てが全力だったんだけど、彼は、うんうん、だからより以上に意欲的に走塁とかね、あの盗塁とか、うん、まあ、そういうことになんか向き合ってるなっていうような感じがして、うん、なんかあの野手としての今年は一皮向けるんじゃないかなっていうような気がするよね、うん、野手だから野手専念だからやっぱり力むっていうこともあるよ ね、うん、ね、やっぱバッター一本で貢献していかなきゃいけないというね、うん、まあ、そういう彼には我々には分からないやっぱプレッシャーがねやっぱあると思うし、うん、だからそれを今年乗り越えたとしたら、うん、またなんか選手として大きな花を咲かせるというか、うん、まあ、一皮も二皮も向けていくんだろうなっていうような、うん、まあ、どこまで行っちゃうんだろうなっていうような、ね、なんかこう期待感があるよね。まあ、ある意味ね、この二刀流でやってきている大谷選手の打者専念の年っていうのはある意味こう長い目で見るとすごく貴重な一年になるかもしれないですよね。いや、まあ、そうだよね、うん、もう本当にね、野手一本でやったっていう経験もないだろうし、ね、今まではね、うん、いやだからそういう意味では本当に看板ちいちゃんが言うように、うん、貴重な一年にしてほしいし ね、 ね、またなると思うよね、経験からするとね、うんうん、だから打者一本でやってる人ってやっぱ打たなきゃいけない、まあ、ましてや DH っていうのはさ、ね、もう打つことでしか貢献ができない、うん、まあ、大谷の場合は走塁とかね、うん、貢献はできるけどもそのためには打って出なきゃいけない、だからトータル的に考えると本当に1年、この1年っていうのは大谷にとって貴重な1年になってくるんじゃないかなと思うよね、うん、でも見事な本当にホームランだった。本当ね。それとやっぱなんていうのかな、いつもこう少し煽りがきついなと思ってたんだけど、うんうん、だけど今日のホームランは少し煽りがあんまり大きくなくて素直にバットが出てったね。うん、だからこれでこの感じが出てくるとなんかこう量産体制に入ってるかなっていうような感じがします。なるほど。じゃあ見事なホームランでした。今日の打席はじゃあもうこうなんていうの、
きっかけ、うん、これからのね、そうだね、はい、になるようなホームランでしたね。え、まあ、見事なホームラン、まあ、ね、まあ、速報ではお伝えしましたけども、はい、後になるとね、うん、あのいやこれがスタートだったねっていう風な、ね、まあ、まあそうだね、最高の1年になるといいです、うん、まあそうだね、はい、まあ見ていて、うん、こっちがホッとしたというかスカッとしたというか、ね、まあそんなホームランでした。みんなそういう気持ちになるホームランでしたね。まあそうだね、はい、はい、これからも頑張ってください。はい。